はい、皆さんこんにちは、ファーです。いつ頃でしたかね、7ヶ月ぐらい前でしたかね、バウンステックセーフティーシューズの紹介をさせていただきました。はい、あれから約7ヶ月経ってますね。はい、約7ヶ月使用した、現在の状況ですね、耐久性も含めて見ていこうと思います。それと新商品の軽量セーフティーシューズですね、こちらのベオウルフの紹介も合わせてさせていただきます。はい、パッと見綺麗ですよね。雨の日も履いてました。当然濡れたりもしてましたけど、中が濡れることはほとんどなかったですね。だいたい安全靴ですね、作業で歩きますよね。その時にここ先芯のところから曲がっていくんですけど、だいたいこの曲がっていくところから破れていくんですよね。だいたい今までの経験上、特に小指の方ですねから破れていきました。今まではですね、今回ですね7ヶ月使ってますが、破れることは一切なかったですね。全然もう見て分かる通り破れは一切ないですね。こちらのアッパー部分に張り巡らされている樹脂ですね、それがかなり効果的だったと思います。左足はですね、特に何も破れとかこの樹脂の剥がれはないんですけど、右足の方ですね、はい、内側のこの樹脂がですね剥がれましたので、ハサミで切りました。2本ですね、2本の樹脂が剥がれましたね。ハサミで切っております。あとは右の方も特にこの小指の部分の破れもないですね。で、小指の部分がかなりこう強く補強されているような印象も受けますね。はい、特にもう7ヶ月経ってもまだまだ履けそうな感じですね。こちら靴紐をですね、ほどくことはもうほとんどなかったですね。靴紐をもうこの状態でしたまま足の出し入れをしてましたので、はい、かかとは踏んでなかったんですけど、足の出し入れですね、それでここがちょっとへたっていきましたね。はい、こちらのシューズですね、バウンステックが搭載されているセーフティーシューズなんですけど、私は足が足底腱膜炎でかかとをつくと痛かったんですが、こちらのシューズを履いてる時は痛くなかったんですよね。脱ぐとまた痛くなるっていうような状況でした。でもう中を見ていただくと、かかとのところのソールが摩擦でもう擦れてますね。こちら右ですね、でこちら左ですね。インソールを交換すればまだまだ履けるシューズですね。やはりこちらのアッパー部分ですねに樹脂を張り巡らされている分、かなり耐久性があるシューズだと思います。今まで履いた安全靴の中で一番持ってますね。さすがだなと思います。はい、こちらのシューズもですねまだ履いていくんですけど、今回はですねこちらのシューズの紹介もさせていただきます。はい、こちらのシューズですね、名前がベオウルフセーフティーシューズと言います。ベオウルフかっこいいですよね。カタログを見ますと、屈曲しやすいソールパターンの軽量セーフティーシューズというふうに書いてあります。はい、屈曲っていうのはこういう動きですよね。はい、しかも軽いと、もうかなり軽いですね。軽さの秘密なんですが、おそらくこちらの先芯ですね、こちらが樹脂先芯を使用しているようですね。それでかなり軽いシューズに出来上がってると思います。はい、こちらですね、ワークマンの紹介されているミノルさんが紹介しているのを見て、あ、こういうシューズあるんだなというふうに思ってました。そしたらですね、私の勤めている会社の方がこれの色違いをもうすでに購入してたんですよね。で、その方はですね、重いシューズを履くとちょっと足のふくらはぎ部分がしびれるというようなことを言ってました。その方がですね、こちらのベオルフセーフティーシューズを履くようになって、ふくらはぎの足のしびれが軽減したというふうに言ってました。やっぱり軽いって大事なんだなというふうに思いましたね。で、私も軽いシューズが欲しかったので、こちらを購入してきました。はい、こちらのシューズですね。カラーはミックスブラックですね。サイズは28センチですね。価格は1900円です。軽いんですよね、すごく。カタログ値では26センチのサイズのシューズで約 280g。というふうに書いてあります。かなり軽いですね。こちらが片方 500g を超えてたと思います。今こう持ってもですね、重さが全然違うなというのが分かります。で、屈曲しやすいということで、確かに屈曲しやすいですね。はい、こ
ここの親指の部分ですねが補強されてますね。消耗しやすい親指付近を PU 素材でしっかりガードというふうにカタログに書いてありますね。今度からですね、こちらのシューズを使ってちょっと仕事をしたいなと思います。その軽さっていうのがどういう影響を私自身に与えてくれるのかちょっと楽しみなんですよね。はい、でサイズ展開はですね 24.5 センチから28センチまでになりますね。はい、いずれですね、また、半年ぐらい経った時にこちらのシューズの状況ですねっていうのをレビューさせていただこうかと思います。はい、カタログ値で26センチが約 280g っていうふうに書いてあります。こちらは28センチですね。一応ですね、28センチが片方をどれくらいの重さがあるか測ってみたいと思います。26センチの片方が約 280g でした。でこちらは28センチですねの片方が 317g ということでしたね。これだけでも結構軽いと思いますね。でちなみにこちらですね、すり減ったみたいですね。当初新品の時は約 500g を超えてたんですが、7ヶ月経って 435g というふうに少し減ってますね。いろんなところがすり減ってる影響でしょうね。で、外観としてはですね、こちらに反射材がついてますね。あとはワークマンベストのロゴがここに入ってますね。ソールの方にもワークマンベストのロゴが入っております。ハイバンスセーフティの場合ですね、こちらがガゼット端子になってました。つながってる状態ですね、端の部分と、はい、こちらもつながってないですね、普通の端ですね、はい、になります。はい、こちらのハイバウンスセーフティシューズですね、7ヶ月履いてました。7ヶ月履いても、見た目ほとんどへたれはないですね。破れもないです。もちろん使い方次第だと思います。作業内容によってはここで製品を止めたり、ここで押したりっていうふうなことをすればですね、もうここは1ヶ月も経たずに破れてくると思います。はい、ただ普通に使う分にはですね、全然耐久性のあるシューズだと思いますね。はい、こちらもおすすめですね。あとこちらのシューズですね、かなり軽量ということですので、今から履くのが楽しみですね。はい、ワークマン店舗ではこちらのシューズですね、はい、見かけましたらチェックをしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。世界に